はい、どうもこんにちは、コウスケでございます。さあ本日ですね、なんとここ撮影場所はですね、大阪でございます。現在ですね、夏休み企画ということでね、岡山まで行ってきて、その様子はねまた別の動画でご紹介できるかと思いますが、ソーラバンドサンダーに関する企画ということで岡山まで行ってまいりまして、現在ねその宿泊中のホテルからお送りしております。さあ今回ですね、いよいよ明日に迫りました。いよいよ明日7月8日よりソーラバンドサンダーが公開されます。今回ですね、事前情報全くなし、ネタバレなしということで、今回ね特にリーク情報なんかも入っておりません。完全に僕の考察というか、まあ、妄想というか、なのでね、映画を見てない方もね安心して今回見ていただけるんじゃないかと思います。むしろねこれ見た方がよりソーラバンドサンダー楽しめるんじゃないかなと。ソーラバンドサンダーに登場するかもしれない隠しゲスト、シークレットカメオゲストの考察でございます。これまでに予告編何本か公開されてきましたが、何やらね不自然な空間が空いてる、ソーと工具がいて、もう片方の方、ソーの隣側が不自然に空いてるっていうことでね、これはいわゆる MCU お得意のねフェイクなんじゃないか、予告編で消しているだけってね。今回はその中でもですね、3人の登場するかもしれないキャラクターを考察していこうかなと思います。さあまずはですね、かねてより噂のあったハーキュリーズ、マーベルが誇る半神、いわゆる半分神のねキャラクターで、全能神ゼウスとアルクメイデンの間に生まれた人物です。ギリシャ神話のヘラクレスそのものであるということで、まあ、ヘラクレスの読み方はね書いてハーキュリーズっていうふうに言いますね。ディズニーキャラクターにもハーキュリーズっていうキャラクター、ヘラクレスかなっていうキャラクターいますよね。なんかそのキャラクターが今後映画化されるんじゃないかみたいな話もあって、あれあれっていうね、 MCU でハーキュリーズ出さないのかなっていうような感じがしますけれども、まあかねてよりねこのハーキュリーズというキャラクターはフェーズ4で MCU にねその姿を表すんじゃないかと噂の絶えなかったキャラクターで、ハーキュリーズの父ゼウスはですね、今作ラッセル・クロウによって演じられていることがですね予告編で明らかになっています。今作でね父親ゼウスを登場させるということは、少なくともこのハーキュリーズの存在を明かしてくれるねきっかけとなるキャラクターを先にゼウスとしてね登場させているんじゃないかなというような感じがします。逆にねコミック知ってる人からすれば、ゼウス出るっていうことはハーキュリーズ出るんじゃねえのみたいなね、お前らわかるよなみたいなことをね、タイカ監督とケビン・ファイギーが残してくれてるんじゃないかなと、ヒントを与えてくれたんじゃないかなというふうに思います。またね、ハーキュリーズのキャラクター性もですね、まあ、意外といかつい見た目をしておりますが、その裏腹にですね、自信過剰でユーモラスな性格の持ち主と、そうと張り合うのにね、ぴったりなキャラクターであるということです。またね、ユーモラスな性格っていうね、原作の設定が MC に受け継がれるかわかりませんが、今作、タイカ監督ということで、まあ、MC のね、コメディ部門は、ジェームズ・ガン監督とタイカ監督になってるわけですが、まあ、そのタイガ監督のマイティーソーシリーズっていうところで言うと、まあ、このねハーキュリーズを登場させるにもぴったりなキャラクターなんじゃないかなというような感じがします。2017年のコミックのアベンジャーズ時代ですね、ジェーン・フォスターのマイティーソーと共に活躍していた時期もあります。このね2人の活躍はビレッジブックスから刊行中のマーベル怪獣大進撃で確認することができますので、ぜひともね映画を見た方はですね、ハーキュリーズ出てるか分かりませんが、ぜひね読んでみてください。まあ、すでにねフェーズ4をご覧になっている方はねお気づきかもしれませんが、フェーズ4の MCU 作品はですね、モンスターだったりとかクリーチャーというね、これまでのねヴィランをはるかに超える強さを持つキャラクターが登場しています。ヒーロー側のねパワーバランスを調整するっていう意味でも、今後ねアベンジャーズ入りするねキャラクターなのかもしれません。もしかしたらハーキュリーズってキャラクターがね、なので、まあ、そのパワーバランスの調整っていう意味でもですね、ハーキュリーズ登場させれば、よりねサノス以上の敵を倒すことができる、張り合うことができるキャラクターということで、まあ、登場させるにもね時期的にもぴったりなんじゃないかなというような感じがします。果たしてハーキュリーズは登場するんでしょうか。さあ続いてベータレイビルです。このねキャラクターはマイティーソーシリーズには欠かせない人物ですが、未だに MCU には登場していないキャラクターの一人です。コルビナイト星にね住む生物の遺伝子を集めサイボーグ化したキャラクター、馬のようなね見た目をしていますが、そうと同じく高潔な心を持つヒーローということで、アスガルドの神以外にムジョルニアを持てた最初のねヒーローであるキャラクターです。もともとね故郷の星を悪魔スルトによって攻撃されてしまい、宇宙をさまようコルビナイト人の船
を守る生体兵器として作られた経緯があります。このね、悪魔スルトっていうのは前作ラグナロクに登場した、冒頭でねソウと戦ったキャラクターですね。そしてこのねベータレイビル、偶然にもですね前作ラグナロクに一瞬だけねカメオ出演していたことは、もうファンの間ではね有名となっておりますが、もう今回のねこのマイティーソーラバンドサンダーの企画はですね、マイティーソーラグナロクが公開されてからタイカ監督とねマーベルの幹部たちがですね複数回食事会を行って、それでね企画が成立したっていうことですので、おそらくラグナロックの公開当時、制作当時はですね、まあ多分第4作目ラバンダサンダーの企画は存在してなかったと思いますので、まあ何かね伏線として残したっていうわけじゃなく、まあ、あくまでもまあタイカ監督の好きなキャラクターだったのか、もしかしたらケビン・ファイギーが頭の中ではねすでにタイカ監督に話してないけど第4作の構想があって、まあ、次に登場させるその伏線としてベータレイビルというキャラクターを、ラグナロクで、ね、使ってほしいみたいなことを頼んでね、登場した経緯があるのかもしれません。まあ、またね今作が、マイティーソーシリーズの、まあ、最終章となる、のであればですね、おそらく、まあ、ソーっていうねキャラクターを盛大な、ね、クライマックスを作りたいわけですよね。っていうところで言うと、もうおそらく原作ファン、コミックファンにとってはですね、見たかったソーとジェーン・フォスターの層とベータレイビル、この3人の組み合わせのね戦いっていうところもね実現してほしいなっていうところで、今回名前を挙げさせてもらいました。そしてね3人目に、こちら、まあ、出るかどうか分かりませんが、まあ、個人的にね出るんじゃないかなってちょっと思ってるキャラクターがキャプテン・マーベルです。なんでキャプテン・マーベルって思ったかと思いますが、今後ね宇宙を舞台とする作品いくつかね増えてくるかと思います。その中でもね現在配信中のミズ・マーベル、そしてねザ・マーベルズで続くわけですが、おそらくね今回アベンジャーズ・エンドゲーム後のね MCU 作品の中では久々の宇宙を、ね、舞台としている作品です。まあ、しかも今回宇宙は別に舞台としてないのかな、まあ、ほぼニューアスガルドとか、まあ、一瞬ね全能神ゼウスが登場するというところで、まあ、宇宙に行くのかもしれませんが、おそらくねその、まあ、コズミック系のねさコズミックサイドのキャラクターが登場する作品っていうところで言うと、まあ、キャプテンマーベル出しやすいのかなと、まあ、ザ・マーベルズにねつながる伏線を何かね残してくれるんじゃないかなっていうところ、 MCU 的にもマーベルスタジオ的にもね何かマーベルズの伏線もね今後残していきたいんじゃないかなということで、まあシャンチーにねキャプテンマーベルとハルクが登場したっていうねサプライズゲストあったわけですが、おそらくそんな感じでね、まあ、ザ・マーベルズにつながる何か伏線がね、あるんじゃないかなと、まあ、それはねコズミックサイドの、ストーリーである、マイティーソーシリーズで、まあ、つながり宇宙のつながりを持たせるためにも登場させてねくれるんじゃないかなというふうに思います。なんでまあおそらく最後の最後、ポストクレジットシーンで登場するんじゃないかなっていうね可能性がありますが、皆さんはねこちらについてどう思うでしょうか。さあということでね、この中の誰かが登場するのか、はたまた誰も登場しないのか、ぜひともねそれも含めてソーラバーのサンダー楽しんでいただければと思います。さあソーラバーのサンダーは7月8日より日本全国の劇場で公開されます。ぜひともマイティーソー最終章目に焼き付けていただければと思います。またね夏休み特別企画として僕がねなぜ岡山に行ったのかっていうその理由もね近日明らかにされると思いますので、ぜひともそちらも楽しんでいただければと思います。この動画が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。鳥井上康介でございました。I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the nightsticks. Maybe help me spark the ideas.